自信満々でアメリカ大陸を渡り歩いております世界チャンピオンジャンボ鶴田、日本プロレス界の夢を託しまして、この巨大なアメリカを飲み込むように世界ヘビー級のベルト防衛の旅が続いております。さあリングに登場してまいりました。As is the custom in Japan, before all major sporting events, we do have a proclamation from the President of the American Wrestling Association, Mr. Stanley Blackburn. And ladies and gentlemen, I have here in the ring with me this afternoon, he is the Director of the Green Bay Area Convention Bureau.And one of the directors of the Green Bay Packers Hall of Fame. And we're going to call on him to read the proclamation. Ladies and gentlemen, Mr. Jerry Last. Thank you, Jerry. And if you'll read the proclamation, please. 今夜のリング上はウィスコンシン州グリーンベイのブラウンカウンティーアリーナ。これより世界タイトルマッチ宣言です。タイトルマッチ認定書が元ウィスコンシン州電電公社総裁のジェニー・ラストさんによって今紹介されました。こちらのプロモーターです。立ち会い人のロード・ブレアス PWF 会長もリング上です。リング上タイトルマッチセレモニーが続いておりますが、これより両選手の紹介が行われる模様です。ですけれども AWA のトップコンテンダービル・ロビンソン。燦然と輝くジャンボ鶴田世界ヘビー級チャンピオン、全勝で凱旋できるかどうか、ジャンボ鶴田であります。さあこの60分一本勝負で行われるグリーンベイのブラウンカウンティーアリーナのジャンボ鶴田世界タイトルマッチ、レフリーはラリー・リソワスキー、そして立ち会い人の PWF ロード・ブレアスさんによりまして、この黄金の世界チャンピオンベルトが6500人アメリカウィスコンシン州グリーンベイのお客様に今見せられたところであります。放送席には試合を終わりましたジャイアント馬場選手に来てもらっております。馬場さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしく。ジャンボ鶴田対ビル・ロビンソンの AWA 世界ヘビー級タイトルマッチ、第1戦はシカゴで行われましたけれども、ブラックジャック・ランザに防衛、日本人として初の世界ヘビー級選手権防衛に成功いたしました。日本のプロレス界の夢のそのまた夢を実現させましたジャンボ鶴田、まさにこの日本プロレス界の革命児、そういうような感じがあります。文字通り日本プロレス界の第一人者になりました。綺麗な握手を交わして、さあ勝負が始まりました。ジャンボ鶴田対ビル・ロビンソン AWA 世界ヘビー級のタイトルマッチです。すごい睨みを聞かせまして、世界チャンピオンのジャンボ鶴田に今襲いかかろうというチャレンジャーのビル・ロビンソン、あのワンハンドバックブリーカー、あるいはまた回転地獄エビ固め、これは日本のリング上でもおなじみであります、このビル・ロビンソン。ジャンボ鶴田の方は馬場さん、今夜もすっきり防衛して遠征最後の地ユタ州のソルトレック大会につなぎたいところですね。そうですね、もう今までにね、この試合を何回かやってですね、はい、いるわけですからね、もう今はジャンボがこの AWA のチャンピオンということでね、
ジャンボ有利ということがね、僕は言えると思うんですね。はい、だけどもあのもうこの AWA の中でね、やっぱり新進系のね、そういった選手とやる方がかえってその危ないと思うんですよね。はい、で今日なんかのロビンソンもう手の内知ってますからね、まあ、まして、ルールがありますからそう心配は しないんですよね今。そうですか。はい、さあ力強い攻防が始まりました。決めの細かい技を展開するチャレンジャーのビル・ロビンソン、今馬場さんの発言にもありましたようにビル・ロビンソンとジャンボ鶴田もう何度も何度も対戦しております。ちょっと見ない間に馬場さん、このビル・ロビンソンはシカゴの大会にも出てきましたけれども悪党ファイトを身につけたロビンソン、そういうような感じがありますね。そうですね、顔立ちがちょっとね、たくましくなったですね。本当ですね。日本を離れましたからはカナダモントリオール地区でこれを主戦場にして戦っておりました。このチャレンジャーのビル・ロビンソンもう大いに悪党ファイターといいますかラフファイターとしてカナダでは打っておりました。そして昨年の秋から再びこの AWA ゾーンに前戻っております。馬場さん、しかしベテランベテランといいましてもこの AWA ゾーンではナンバーワンのトップコンテンダーですからね。そうですね、ジャンボ鶴田のここまでの海外遠征の経過をかいつまんでご紹介いたしますと、海外初防衛のシカゴではベテランのブラックジャック・ランザドを撃破いたしました。そしてその後 AWA の本拠地ミネアポリスに乗り込みましてテレビマッチ、このテレビマッチではナチョ・ゲレロという、まあ、新鋭の選手なんですけれども、これを軽くナックアウトいたしました。そしてセントルイス・キール・オーデトリアムに乗り込みまして天竜とタッグで出場、 NWA の本拠地セントルイス・キール・オーデトリアムに AWA 世界ヘビー級王者として紹介されましたジャンボ鶴田であります。なおキール・オーデトリアムには馬場さん、あのテリー・ファンクも応援に来ていたようですね。そうですね、はい、まあね、いろいろスケジュールが全日本プロレスのスケジュールをですね、まあガニア会長のガイゴル、そういった人たちとね、いろんなまあ話をし合うためにね、はい、まあ、テレビにも来てもらって、話をしたわけなんですがね、まあいい収穫がいっぱいありましたよ。そうしますと日本に帰ってからはジャイアント馬場選手のいわゆるプロモーターとしての力の大きなお土産の記者会見が行われそうですね。そうですね、はい、まあ、それにはジャンボはこのベルトをですねやっぱり守って日本へ帰ってもらわなきゃいけないんですよね。そうですね、はい、さあチャレンジャーのビル・ロビンソンがきめの細かい技を駆使しています。左の腕を取りました。馬場さん、控え室世界王者ジャンボ鶴田と一緒だったんですけれども、試合の前の表情どうでしたか。別にね、もうあれですよ、落ち着いてましたよ。はい、このアメリカに参りましても非常にその落ち着きという点が大いに感じられます。世界チャンピオンのジャンボ鶴田入ってね、この周りのお客さんがね、はい、自分に応援してしないんだということでね、かえって気が楽だと思うんですよね。あ、なるほどね、そういう面もあると思うんですよ。はい、まあ、日本のリング上ではジャンボコールで迎えられるんですけれども、やはりこの世界のベルトを巻いてもこの日本の選手が世界チャンピオンとして AWA ゾーンに入ってきてもやはりこの完コで迎えられるわけじゃありませんからね。そうですね、さあ試合の流れです。両選手が入れ替わります。ビル・ロビンソンレッグブリーカーに取ります。ビル・ロビンソンがレッグブリーカーに取りました。まだまだ勝負は序盤戦です。お互いに手の内を知り尽くしている相手、それだけに一瞬の隙が危ない、こういうようなことをジャンボ鶴田は言っておりました。まあ、ですけどね、はい、まあ、今まずこういう技でもですね、日本でたびたび見せてるやってる技ですからね、はい、そのジャンボも心配することはないと思うんですよね。はい、今までのロビンさんとどっか違うものが出た場合にね、非常に怖いんですけども、はい、そういうものは見当たらないように思うんですよね。今までの流れの中ではいわゆる悪党ファイターラフファイターに転身したビル・ロビンソン、その面影はあまりありません。口ひげを蓄えました。力強いビル・ロビンソンであります。まあ、ジャンボ鶴田とは過去数々のドラマチックな戦いがあるんですけれども、ユナイテッドナショナルヘビー級選手権ではあの52年の3月の5日秋田で対戦してフォール勝ち、第2代のユナイテッドナショナルヘビー級のチャンピオンになったのがこのビル・ロビンソン。そしてジャンボ鶴田はフロリダまでこのビル・ロビンソンを追いかけまして2対1で勝ちまして奪回に成功しております。その後も60分フルタイムの激闘も数々あります。それからジャイアント馬場選手の PWF のベルトも53年の6月の12日キラー東亜鎌田を破りまして第3代の PWF ヘビー級のチャンピオンになっております。さ
さあジャンボ鶴田がここでチョップを打ってまいりました。一旦ロープに逃げます。チャレンジャーのビル・ロビンソンであります。さて世界チャンピオンのジャンボ鶴田ですけれども、ベルトはもう本当に守る方が難しい、この難しさを非常に感じているジャンボ鶴田。世界チャンピオンはまあ常に勝つことが要求されるわけですけれども、馬場さん、はい、したがってまあ最高のコンディションを維持する、これが大事なんですね。そうですね、まあ、そういう意味でね、今日のロビンソンなんかはまあやっぱ危ないといえば危ないんですよね。はい、そうですね、もうジャンボ鶴田の得意技、それからウィークポイントもよく知っています。おっと、レフリーのラリー・リスワスキーに何か注文をつけております。チャレンジャーのビル・ロビンソンであります。世界チャンピオン鶴田にとりましては非常にこの海外で防衛という、まあ、厳しい条件がついておりますが、もうどこの会場に行きましても、どこの土地に行きましても頭から離れないのはいつどこでトレーニングをするか、そういったところであります。ジャンボ鶴田、まさに練習の虫と化しました世界チャンピオン。私たちはホテルで宿舎が一緒の時もありましたけれども、隣にジャンボ鶴田が入ってますとホテルの中でドスンドスンというような、まあ、体をほぐすようなサーキットトレーニングの音が聞こえておりました。まあ、旅慣れたジャンボ鶴田でありますが、食事のバランスも非常に心得ておりまして隙がありません。ご覧いただきましたようにお分かりのようにツヤもよく、絶好調です。絶好調でアメリカを乗り切れるかどうか。さあネックブリーカードロップ、さあ大技を出してまいりました。チャレンジャーのビル・ロビンソン、そのままカバーの体勢に行きます。ショルダーネックブリーカードロップ、ビル・ロビンソンの非常に高度な技、怖い技であります。まあ、いい技ですがね、ジャンボも非常に落ち着いて、余裕がありますよ、まだ ね、 あそうですね、 今まで対戦した中でね、やっぱりもう随分自信持ってますからね、はい、さあ膝蹴りで相手の動きを止めます。そしてエルボーを脳天の後ろに打ちます。首の付け根に打ちました。今度は前から、しかしうまくディフェンスいたします。そして今度はビル・ロビンソン、チャレンジャーが打ちまくってまいりました。打ちまくってまいりました。フロントのヘッドロックです。力で押しまくるチャレンジャーのビル・ロビンソン。まあ、控室の中はこのアメリカの試合場はなかなか私たち報道陣も入ることができないんですけれども、 AWA の中堅になっておりますジム・ブランゼル、あるいはグレッグ・ガニア、リック・マーテル、ブラッド・レーガンズあたり尊敬の念で迎えられております世界チャンピオンのジャンボ鶴田であります。まあ、今までに 今、はい、今張り手をやりましたけどね、行きましたね、行きましたね。そのジャンボがロビンソンに張り手をやるなんていうような場面はなかったですが ね、そうですね、やられはしましたけどもね、はい、先にやるというようなことは、ね、なかった、はい、それだけね、やっぱりジャンボにもうゆとりがある証拠ですよね。そうですね、一呼吸置きました世界チャンピオンのジャンボ鶴田であります。まあ、ベテランベテランと言いましても、もうアメリカや日本にも何度も来ておりますチャレンジャーのビル・ロビンソン。おっとパンチを打つ体勢から今度はトップロープから下に落ちましたビル・ロビンソン。イギリスのマンチェスターで基礎を叩き込まれておりますので、非常にまあトレーニングといいますか、トレーニングの虫、それだけに、リングキャリアも長いチャレンジャーのビル・ロビンソン、いつどこで奇襲戦法に出てくるか。ジャンボ鶴田悠然としております。アウトサイドリング、これです。もうリングの真下はもうまさにこのコンクリートでありますので、ここからここに頭から落ちでもしますと、もうそれでも万事休す、そういうようなリングサイド、ウィスコンシン州グリーンベイのブラウンカンティアリーナ、6500人フルハウス超満員、ソールドアウトというふうに先ほど放送席にそういう資料が参りました。売り切れであります。まあ、まさに厳しい3月にありましても厳しいこのウィスコンシン州グリーンベイでありますけれども、大きなイベントが行われておりますので、今日は6500人、グリーンベイの人口は約9万人ということでありますから、そのほとんど1割近くのお客様がこの会場に詰めかけているわけであります。非常に白人が圧倒的に多いこのウィスコンシン州グリーンベイ。さあ世界チャンピオンのジャンボ鶴田がストンピング攻撃、これを5、6発見せました。お客さんの反応はやや世界チャンピオンがこういう風にビル・ロビンソンにこういうような姿勢で打ってまいりますとブーイングが起こります。これはまあアメリカの会場ですので致し方ないところです。この馬場さん、ブーイングに絶対負けないことですね。そうですね、でもね、かえってその方がね、はい、ファイトが湧きますよ。あ、そうですか。やや目つきが変わってまいりました世界チャンピオンのビル・ロビンソン、いや、ジャンボ鶴田、まだまだ余裕があります。シュミット式のバックブリーカー、シュミット式のバックブリーカーで背骨折り、背骨の腰のあたりをぐい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 締め付けます。そして左の手の動き、これが首にかかっています。まさに複合技、シュミット式のバックブリーカー完全に決まりました。これがグリーンベイのお客様であります。圧倒的に白人が多いようです。ロビンソンも、ね、頭で抑えてますでしょ、それだけやっぱり力が、はい、なんていうか、ジャンボの方に
不利なんですよね。ロビンソンが頭で腰の痛みを止めてるんですよね。なるほどね。さすがに試合巧者ですね。まさにこの背骨折りがもう完璧に決まっているかと思いましたけれども、頭をキャンバスにつけました。そういうふうにディフェンスいたしました。チャレンジャーのビル・ロビンソンです。まだまだゆったりとした表情の今夜のジャンボ鶴田、いつでも来い、いつでも来いというような感じであります。相手を抱き起こして今度はエルボースマッシュに取ります。さあジャンボ鶴田が流れるような攻撃に出てまいりますか。しばらく日本にやってきておりませんこのビル・ロビンソン。ということは馬場さん、ジャンボ鶴田がニックから奪いました、あのルーテズバリのバックドロップの威力、怖さをビル・ロビンソンは知ってないわけですよね。そうですね、でもね、もうその噂はね、もう世界中広がってますよ、はい、そうですね、まあ、この AWA ゾーンは8周あるんですけれども、あのプラマイ大会でニック・ボックインクルを打ち破った VTR がもちろんこのアメリカ市民の間にも流れておりまして、もうジャンボ鶴田が世界チャンピオンというのはもうアメリカ市民ほとんどの人が皆さん知っております。なおこの AWA ゾーンですけれども、この AWA ゾーンの試合がアメリカ市民の家庭に届けられているいわゆるテレビのエリアというものは8周ございます。おっとジャンボ鶴田が打ち込んでまいりました。ジャンピングニーパッド、ジャンピングニーパッド、このウィスコンシン州では、第1戦を行われましたミルウォーキー、グリーンベイ、ここが AWA の本拠地であります。さあ猛点不意打ち、パイルドライバーへのつなぎを見せました。そろそろエンジンがかかりました。世界チャンピオンのジャンボ鶴田、ゆっくりゆっくりゆっくり、わーっと行きました。脳天食い打ち、対空時間を馬場さん長くしましたけれども、そうですね、その分だけロビンソンに考える時間を与えましたね。だからもうロビンソンロープのそばにもう倒れていく、やっぱこういうところのね、試合運びのうまさっていうのはもう本当に素人目には分かんないんですけどもね。なるほど、そうですか。ああいうふうに血を逆流させておいて思い切ってズシンと打つパイルドライバーが効くかと思ったんですけれども、あまり長時間逆さにぶら下げてもいけないんですね。そうですね、もう考える時間ができますからね。なるほど、そうですか。さあこれが放送席です。今夜のゲスト、試合が終わりましたジャイアント馬場選手に来てもらっておりますが、その放送席の真横、ビル・ロビンソン、外に出ました。一呼吸置いております。今夜はもちろん AWA の世界タイトルマッチでありますので、 AWA ルールで試合は行われております。さあビル・ロビンソンを捉えました。そして私どもの放送席の方にビル・ロビンソンの顔面が飛んでまいりました。ジャンボ鶴田が一撃を加えました。まだまだ余裕があります。ジャンボ鶴田、本当にビル・ロビンソンの攻撃を待っているかのような、そういう表情であります。本当にたくましく大きくなりました。ビル・ロビンソンが一人で気合を入れておりますが、お客さんが喜んでいます。グリーンベイ6500人のお客様、先ほどからリングサイドを見渡しているんですけれども、アメリカのプロレス会場では本当に黒人のお客さんが多いんですが、こちらのグリーンベイは黒人のお客様は一人も見かけません。レスリング大好きなギャルもいっぱい駆けつけております。リングサイド、今夜はスペシャルマッチ、ジャンボ鶴田の世界タイトルマッチがありますので、リングサイドは20ドル、他は10ドル、7ドル、6ドルでやります。さあリング上、再びジャンボ鶴田とビル・ロビンソンが向かい合います。ここまでの流れ見てまして、馬場さんいかがですか。そうですね、もうジャンボが随分落ち着いてやってる、今までロビンソンとやった中で一番いいんじゃないかと思いますよね。そのいろんなほら速い技とかなんとかというものはね、お互いに出てきませんけどもね、それだけお互いに落ち着いてやってるということだと思うんですよね、さあジャンボ鶴田が後ろに回りますか。ちょっと腰砕けの形になりました。チャレンジャーのビル・ロビンソン、さあ腰のあたりを狙い撃ち、チャンピオンのジャンボ鶴田であります。まあ馬場さんもそうですけれども、このジャンボ鶴田も天竜も全日本プロレスの3強はアメリカの海外遠征は滅法強い、いわゆるこのお客さんの中でブーイングの中で戦いましてもプレッシャーを跳ね返す、その強さ、そういうものを非常に感じるわけであります。逆エビの体勢になりました。そういうことにね、随分慣れてきたと思うんですね。そうですね、だから僕なんかやっててね、このブーって言われますとね、かえってこう闘志が湧きますよね。ジャンボ天竜なんかにもね、そういうものがだんだん出てきたんだと思うんですね。なるほど。別に我々はね、アメリカに来たからってその悪役をやるわけじゃないんです。悪役とかいい役とかというようなものはないんです。ただ、日本人であるがゆえにね、その声援が少ないというだけのことでですね、ということは AWA の刺客をですね、ことごとく粉砕して日本に世界のベルトを再び持ち帰ってもらいたい気がしますね、馬場さん。まあ、やっぱりね、ロビンソン今日防衛すればね、あと1試合ですからね。そうですね、あのブランゼルが予定されてますけども、ソルトレック大会はブランゼルが世界選手権に挑戦ですか。
そうしますとジム・ブランゼルの相手はジャンボ鶴田になるのか。今夜の決戦でビル・ロビンソンが勝てばビル・ロビンソン対ジム・ブランゼルの AWA 世界ヘビー級の選手権とこういうことになりますけれども、日本期待のジャンボ鶴田、日本人として本当に初めての大総挙、アメリカ全土に世界のベルトを巻いて堂々と渡り歩き、しかもアメリカのマット上で防衛の旅を続け、完全制覇をして再び日本に帰ってもらいたい、こういうような本当に気持ちがいたします。なおジャンボ鶴田選手はユナイテッドナショナルヘビー級の選手権試合、海外防衛戦、挑戦すべて勝っております。ただ一つ海外で、引き分けがありますが、これはインターヘビー級の挑戦、去年の6月の12日サバンナにおきましてブルーザーブロディに挑戦したんですが、リングアウト引き分けがあるのみ、あとはすべて勝っています。過去の記録から見ましてもジャンボ鶴田非常に優勢ですけれども、中盤から鳥羽さんややもつれてきましたね。そうですね、でもまだジャンボの方が僕は優勢だと思いますよね。そうですか、頭を振ります、汗が飛び散るブラウンカウンティーアリーナのリング上、さあジャンボ鶴田が、おっとフライングエルボーバット、ビル・ロビンソン、これまた得意な技、大喜びのチャレンジャーの応援、グリーンベイ市民であります。このグリーンベイの会場というのはリングリングブラザーズのいわゆるサーカスの常設会場でもございました。そしてプロホッケーチームのボブキャッツのホームリングでもあります。さあ再びショルダーネックブリーカードロップ、ショルダーネックブリーカードロップ、これまた決まりました。チャレンジャービル・ロビンソンが大技を展開、危ないぞ、カウント2まで入りました。拍手大喝采、両手を挙げまして大いに喜んでおります。リングサイド6500人のお客様、カウント2が告げられました。レフリーはラリー・リスワスキー、非常に危ない技だったですけども、ね、ロビンソンがやっぱり体固めに行きましたけども、はい、足までを抑えなかったですよね。ここからしかし馬場さん、ちょっと流れが変わりましたね。そうですね、ややツータ追い込まれてますよ。まあ、こういうふうにロビンソン休みますでしょ、はい、ここがやっぱり彼のいけないところなんですよね。これもう一気に攻めなきゃいけないところなんですけど、それはジャンボにとって幸いですけどもね。ほとんど6500人市民のお客様はビル・ロビンソン側についています。敵地に乗り込んでの世界タイトルマッチ防衛戦、鶴田返した、危ない、ジャンボ鶴田が返しました。海外2度目の防衛、ジャンボ鶴田通算3回目の防衛戦、頭を振っています。ややこの辺りから押され気味、ビル・ロビンソンが完全に押しています。今度は得意のワンハンドバックブレイカー、危ない、致命的になったが危ない、タイトル、右足出した、右足を突き出しました、かろうじてロープに逃げました。鶴田やや追い込まれています。さあちょっと苦い顔になりました。こういう、ね、大丈夫ですか、大丈夫ですか、頭いいですよ、その大丈夫ですか、ロープの近くでね、その技をかけられてもロープの近くで逃げるということはね、はい、随分その慣れてきましたよね。そうですか、放送席には師匠ジャイアント馬場が座っておりますが、さあジャンボ鶴田まだまだ大丈夫だというような、発言です。さあブレンバスター、ロープ越しのブレンバスターで取りました、ブレンバスターで取りました。ここから一気にジャンボ鶴田の技が爆発するか。アメリカ敵地に乗り込んでの世界防衛の旅、守るのは本当に厳しいジャンボ鶴田、なんとか頑張ってほしい、そういう感じがしますが、エルボースマッシュ、さあ両方の足を持ちました、おっとうまく返しました。ジャンボ鶴田脚力まだまだ自信があります。さあ正面からの攻撃、逆さ抑え込み、これで防衛か、逆さ抑え込み、カウントが入ったぞ、カウント3か、2か3だ、カウント3、あっという瞬間の勝負でした。カウント3が入りました、一瞬の隙を突いてのカウント3、お客様の反応はどうでしょうか。6500人のお客様、拍手が起きません。しかし日本のジャンボ鶴田防衛成功であります。19分47秒、逆さを抑え込み、一瞬の隙を突きましてジャンボ鶴田、ビル・ロビンソンを一周いたしました。海外2回目の防衛に成功、そして通算3回目の防衛に成功いたしました。いかがですか馬場さん、一瞬の隙を突きましたね。そうですね、こういう技がね、やっぱり、はい、そのよく効きますね。お互いにねスピードがある選手であるだけにね、一瞬の隙っていうものがね、その勝負につながってと僕は思ってました。やっぱりそうでしたね、大技なんかではやっぱり決まりませんよ、はい、そうですね。さあしかしまだまだ勝負にこだわっておりますチャレンジャーのビル・ロビンソンでありますが、さあどうでしょうか。勝負は終わりました。19分47秒、海外2回目の防衛に成功した鶴田選手です。ちょっと話を聞いてみましょう。リングサイドに上がります。
ちょっとマイクロフォンが伸びないんですが、鶴田さん申し訳ありません。今、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ビル・ロビンソンだからね、自分の技は何でも知ってるからね、やりたかったですね、今日はね。中盤からややもつれ組みになりましたけども、よく落ち着いて逆さ押さえ込みで決めましたね。そうですね、このタイトルをね、絶対日本まで持って帰るんだという執念でね、俺は絶対このね、敵地に来てもね、俺は絶対負けるつもりでいますからね。こうやってインタビューの最中も6500人のお客様はもうブーイングブーイングですけれども、よく本当にプレッシャーを跳ね返して頑張りました。そうですね、やっぱ日本と米国の違いでね、みんな外人の方やらしますからね、だから絶対負けちゃいかんと思います。はい、本当におめでとうございました。この後はいよいよソルトレック大会、いよいよ最後の遠征地。はい、もう全力を尽くして頑張ります。もう汗が飛び散っております。ジャンボ鶴田、見事な防衛でございました。再び放送席のジャイアント馬場選手に話を聞いてみたいと思います。馬場さん、本当に頑張ってくれましたね。そうですね、もう本当に最大のピンチを切り抜けたと言っていいんじゃないかと思いますね、この遠征のね。ということになりますと、今度は最後の遠征地、この後も AWA の大きな都市を回る予定だと、デンバーあたりにも、試合が決まっているそうですけれども、ソルトレック大会頑張ってもらいたいですね。そうですね、まあ、はい、でもあのソルトレックでね、あと1試合だけがタイトルマッチですから、はい、まあ、この相手はブランゼルですからね、はい、まあ、何回か今までやって勝って負けた記憶はありませんしね、ですからこれはもうまあまあ防衛できると思うんですよね。そうですか。世界のベルトを守りました。日本人として初の快挙を成し遂げましたジャンボ鶴田、完全制覇を成し遂げて日本にベルトを持ち帰ってもらいたいと思います。